こんにちは、ペケです。今回は2018年11月に群馬県で行方不明になった山野梢さんについて話したいと思います。私、個人の感想も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんが、ご了承ください。事件の詳細です。2018年11月3日土曜日13時30分以降、山野梢さん、当時27歳が群馬県の自宅から生後2ヶ月の長女を残し、突然行方がわからなくなった事件です。当日は家族全員で稲刈りを行う日で、自宅には梢さんと生後2ヶ月の娘が留守番をしていました。稲刈りを始めた数十分後の13時52分頃、旦那さんの携帯に梢さんから着信が入ります。ねえ、庭の水が出しっぱなしだけど大丈夫？それは山から引いている水だから。そっか、わかった。じゃあ頑張ってね。と通話したのを最後に、稲刈りが終わり、17時頃家族が帰宅すると、梢さんの姿はなくなっていました。生後2ヶ月の長女を残し、携帯も財布も置きっぱなしだったということです。山野梢さん、身長159センチ、体重55キロ、髪型は肩までの黒髪、顎の中央にほくろが2つあり、カラオケが好きだった。2018年、専門学校を卒業後、旦那さんと結婚、料理上手で明るい妻だった。旦那さんとは周囲も羨む仲良しな夫婦だった。目撃情報。16時45分頃、家から反対方向に歩く梢さんを見た人がいます。また、友人との LINE のやり取りの中で、16時20分に既読が確認されています。その他、テレビ番組で情報提供を呼びかけたところ、埼玉のカラオケ店にいた女性と一緒だった。東京の焼肉店に5回ほど来たことがある。味噌まんじゅうの話をしていた。秩父のコンビニで店員をしていた等の情報が寄せられた。ペケの考察です。テレビ番組で特集されて注目が集まった行方不明事件です。ここからは誘拐なのか失踪なのかを考えていきましょう。誘拐だった場合、赤ちゃんを残し梢さんだけを自宅から連れ去ったとしたら、疑問点が多く、まず自宅に侵入され荒らされたり何かを取られた形跡がないことや、梢さんが一人で歩いている姿を目撃されているので考えにくいと思います。可能性としては薄いですが、 SNS で知り合った人や元交際相手などどこかへ梢さんを呼び出し誘拐した可能性も考えられますが、生後2ヶ月の赤ちゃんを残して携帯や財布も置いて自ら外出するでしょうか。次に自ら失踪した可能性です。梢さんは出産直後、母乳が出ないことで病院のナースコールをよく鳴らすほど悩んでいたそうですが、退院後も育児に自信がないと落ち込むことがたびたびあったそうです。もともと几帳面で繊細な性格だったことから、専門医は乖離性遁走も考えられると話しています。乖離性遁走とは、強いストレスや困惑から逃れるため数時間から時には数ヶ月と長期にわたり遁走する病です。自宅から遠い土地で新しい生活に就く人もいるそうで、経営者が多忙な生活を逃れて田舎で農夫として暮らす場合など、戦場の兵士や耐え難い結婚生活などでも発症するそうです。詐病と間違われることもありますが、無意識のうちで起こるので演技ではありません。本人が気がつくと突然知らない状況に置かれているので戸惑うこともあるそうです。徐々に記憶を取り戻す人もいるようで、お笑い芸人キングコングの梶原さんもこの症状だったと思われます。私は自らの失踪を疑っています。産後行方不明になる事例っていうのは非常に多く、3時間おきにミルクをあげたり、育児や自身の体の変化に気持ちが不安定になり産後うつや育児ノイローゼになる方もいます。よく聞くのが、女性は3時間おきに起きたり、赤ちゃんを寝返りで潰さないように脳からホルモンが出るっていうのを聞くんですけども、これは変な意味ではなくて、それだけ、出産も含めて女性の体には負担がかかっている、ダメージがあるということだと思います。梢さんの場合、憶測にはなりますが、田舎の農家に嫁いでいることから、人間関係や新しい生活に不安があり、出産も重なったことでストレスは非常に強い状況だったと考えます。他にもこの状況を友人に相談し手を借りて失踪した可能性も考えられます。携帯を自宅に置いていることと目撃情報などから LINE のやり取りで16時20分に既読がついています。携帯は自宅に置きっぱなしだったということなので、この時はまだ自宅にいた可能性がありますが、16時45分頃家から反対方向に歩く姿を確認されていますので、この25分間の間にいなくなったことが考えられると思います。
まあ、本人の意思で失踪したとしてもですね、家族は心配していると思うので、無事に解決することを祈っています。ペケでした。